わかる？いやー、むずいな、この問題。これわかんないの？ちゃんとしてよ。お前、俺の替え玉だろ？でも難しくて。いや、この問題は簡単でしょ。絶対受かってもらわなきゃ困るんだよ、替え玉なんだから。いや、でもむずいわ。いや、簡単だって。いや、でもむずいなー。お前しか俺にそっくりな人間いないんだから。お前にやってもらわなきゃ困るんだよ、替え玉。でもさ、ほんと俺らウリ二つに似てるよな。いや、それやめろ。お前いつもウリ二つに似てるって言うけど、ウリ二つが似てるってことだから。ウリ二つに似てるはもう意味わからんから。ぐちゃぐちゃってなってるから。なあ、お互いの鼻毛を抜いてさ、鼻毛も似てるか見比べない？もうバカだな、お前はな。バカだバカだ。すごいバカだ。発想が。ほんでさ、どっちの鼻毛が強いか競争しない？バカバカバカ。呆れるほどバカだ。負けたら片パンね。バカバカバカ。もういいからそんな。そんなにからもっと勉強しろ。俺の替え玉という自覚を持て。ん？てかさ、俺に替え玉させるより、お前が受験したらよくない？バカだなバカだな。お前バカだ。わかったから、早くやってくれ。でもやってくれって言われても、この問題どうやんの？それは、X の値をまず求めんのよ。半年後。ここはどうやるんだろう？ここは、公式に当てはめるんじゃない？ああ、そっか。公式に当てはめて。でもその当てはめた後どうやるかわかんないんだよな。どうやるんだろう？あ、これこうするんじゃない？ああ、そういうこと？で、これ代入したらいける？あ、ほんとだ。すげえ。合格発表当日。桃太郎さん、桃太郎さん。チャンネル見つけた登録者、一人私にくださいな。